皆さん、こんにちは。31歳でファイシャ・ゴリボー・オフィアス。ということで、今日はですね新規参入テスラ新データセンタービジネスに参入ということで、これがねあの、リークが出ましたので、これ解説していきたいなと。そして、マイケル・バリーのね、爆レバーショートの話、昨日したんだけども、これのマイケル・バリーの過去の予想を、あの、振り返ってみると、結構外れてる説。そして2番目、アメリカのクレジットカード負債の滞、ね、納件数が爆伸びしているやばい件。 そして最後、カナダ食品インフルが驚愕の8.5%。あとは、ロシアが中央、あの中央銀行がね、3.5%の驚愕の利上げをして、FF レート13%になっちまったっていうね。ということで、カナダインフルやばいあ。ロシアもやばい。ヨーロッパもあのリセッションになるインフルでねで。アメリカもこれからね、原油価格が上がってるから、来月またインフル上がる。パウジー FFF レート利上げからの大暴落ブルガモ、ブルガモ焼き、言いちゃってる。 とといいいいいいうことで,いいといで、話しししてきたた思まますす。の皆さん、グッッドボタン、スマッチョの方よろしくお願いいたしますそれではね、まず昨日のマーケット見ていきたいなと思うんだけども、米株、特に Q2 の,の、ね、決算がだいたい終わってきてるから、なんか現実が見えてきた感がね、マーケットには漂っていて、g、まあ、ガファムの、ね、決算とかでさ、あのガイダンスでね、iPhone ちょっと売れねえんじゃねえのみたいなとかね、テスラがさ、価格をさらに落とさないといけないとかっていうふうなガイダンスをしたことで株価が落ちたように、 まあ大体ね、ちょっとずつね、このブルガモのイきり相場から現実見てきて、あやべそろそろこれちょっとこのままね、オールタマハイ更新無理なんじゃねみたいな感じのあの雰囲気がまあ漂っている状態です。で、特にね、最近落ちてるのが、あのニオとかね、すごい落ちてよね、直近上から行ってから爆上げした、急激に上がった後で急激に下がるって言ってだよね。パランティアもそう、上がって下がる。 で、これの例外がエンビリアなんだよね。エンビリアこんだけさギャップ開けてあげてんだけど、なかなか落ちてこないって。だこういうこともあるけど、ね、もう大体はこういうふうなね、上がったら下がるっていうやるんだよね。で、それと似ているのが、テスラがね、230まで落ちちゃったんだよね、これ。これ、このままさ、こんな感じで落ちてきたらさ、200ドル切るんじゃないみたいな感じで、なんでそんな落ちちゃうのってね、一辺倒で。大体もう一回さ、もみもみしてさ、ダブルトップ、トリプルトップとかしてからさ、落ちてくると思うのに、ちょっとこれね、 早すぎだよね。だからなんだかんださ、ここね、お山だよね。ここ、行って帰ってきての、ブーメラン。上がった意味あったんかーいってぐらいね。あれだったからさ、まあだからこれ、これでね、ここまで落ちてきたっていう、あにはだよ。こんな素直にね。なそれをゴリが予想しなかったんだけど、素直には。ってことは、じゃあここは絶好のショート場だった、やーんってなるんだけども、上がってた時ってさ、そんなことみんな思わないよねってことで、毎回さ、毎回あれだよね、学ぶよね。この、いかにね、この、みんながね、盛り上がってる時ってのは、 逆を行くのが難しいかってことなんだよゴリだと思って、この300行った時さ、あ、これ200ドルも絶対切らないんじゃないみたいな思ったよ。でも、やっぱりロジカルに考えてみて、いや、テスラはね、今後一生ね、200ドル切らないなんてありえないと思って、まあ、ゴリはさ、あの、サインを出したわけよ。トレードシグナルを。そうだよ。お前ら、お前らじゃないけどな、こうやってトレードシグナルね、あの、とか、あの、有料まあ、ゴリミアム AQ ファイアゴリミアムネットワークにね、ドクターが最近さ、あの、参加されたのよ。 ということでついに、ね、a q ゴルミアムファイ i r e n e t w o メンバーはね、世界チャンプ、ね、筋トレ大会世界チャンプとか、投資家とか、ファイアしてる人とか、企、ね、業家とか、ね、CFO の人とか、ドクターまで参入して、あとはね、足りてないの誰だろうね、ポジション的には。プロ、なんだろうね、弁護士とかって人はなかなか来ないだろうね。てか、弁護士、まあそうやな、まあいいんだけどさ、会計士みたいな人はなんかいるけどね。うん、あいろいろい。うん まあということで、まあ、だからそういうことなのよ。難しいのよ。ということで、まず見ていきたいのが、あのテスラ新データセンターのね話をしたいなと思うんだけども、これが、あのこれねこの記事、テスラ says it will build a new first of its kind of data c e n t e r ということで、あのデータセンターをねあの作るんだけども、ちょっとここでゴリのちょこっと英会話ということで、これどういうことかというと、build a new of first of its kind of data center。ね、この、ね、これフレーズなんだけどさ、ねまず いつっていうのはそのって意味ね。そのってのどこにかかってるかだってデータセンターね。データセンターのカインドってのは優しいって意味もあるし、種類って意味もあるよね。だから、カインドピポー e といったら優しい人だけども、カインドオブピポー e といったらさ、人の種類でしょ。ですでし f カインドフード、カインドバーアパーメント。だからデータセン、いつってのはデータセンターの種類の中では初めてのね。 種類になりますよってだから、そのねデータセンター関連ビジネスのインダストリーとかセクターでは初めての,ねあのデータセンターを作りますよってことだ。データセンターってのは Amazon、AWS とかねマイクロ s o クラウド系がね強いんだけども、そこでやってないことをねテスラがやると。テスラはさ、チップ GPU、AI 関連でさ、チップも作るとか言ってたじゃん。今度はテスラデータセンターも作るでさ、がっつりなんかハードウェアもやっちゃってるよねって話だよね、コンピューター関連ね。ってことで、 テスラがねジョブポストでシニアエンジニングプログラムマネージャーデータセンターっていうのをポストしたことあこれデータセンター作るんじゃなんてねリークされたってことねということでエントゥエンドデザインエンジニアをテスラ i the first of its kind of data centers and will be one of the key members of the factory engineering team ね、初めてのねデータセンターの類をね作るということです で、イーロンがね、あのツイッター買収したときに、ツイッターのさ本社ってサンフランシスコにあったんだけど、連投ね、払らないようにしたとかなんだよね。c o m p a n s t o p paying a lot of bills, including some of the data center bills. だから家賃だけじゃなくてね、このオフィスの。データセンターもあの家賃払う。 の,あの利用料金も払ってないらしいんだよ。<laughs> Twitter stop using data center in s a c r a m e n t o サクラメントにあるどっかの会社が提供してデータセンターを、ね、作るのやめたと。ということで今回のテスラデータセンターをかあの、まあ、作ることでおそらくテスラだけじゃなくて Twitter もそうだし、スペース X とかさ、まあ、いろいろあるじゃん。あ,のあとニュ,ーラニューラリンクとかねか。自家製でやっちゃおうよみたいなそういう感じになったりするすごいよね。リサーチャーのデベロム、R&D。テスラのさ Q2 でさ、イーロンがね。 あの決算であの先行投資で何千億円、1300、1400億円とかね、どんどんやっていくって言って、それでさ、株価がちょっと落ちちゃってなったんだけど、これだよ、やってるのは。すごいよね。リセッションが来るって直前にこんだけね、先行投資できるってすごいよね。ということで、Twitter Data Center Leased from NTT Data。NTT Data ってアメリカでもやってるんだけども、そこからデータセンターをね、リースしてたんだって。でもう ということでサーカメントは、ポストリズムは、危険な場所で、家賃が高いから、データセンターの、ね、使う料金も高いから、自分でねやろうってなったっていう。あれだと思うんだよね さらに、テスラとしては、将来的に、セルフ・ドライビングの,ねあのロボットタクシーをテスラもリリースしたいと。それに、コネクティビティをつ,つなげたいってこと書いてある。オーロマイカーは、オーロマイカーは、新しい価格のコネクティビティーを使って、それをだからテスラの車ってさ Wi-Fi をつながって、Wi-Fi じゃなくて、モバイルのデータねモバイルのをつながって、そのバックエンドでね だからフルセルフドライビングカーのドライブのね、このデータっていうのをテスラが運転してるとデータセンターにここでデータ送ってるんだよね。だからそれは消費者のコンソーマーが使えるデータとか,とかネットワークではないんだよね。バックエンドの裏側でこうやって送信してる。で、この10ダラーザマンスっていうのは一月1400円っていうのは多分テスラの車の中で、だから機内 Wi-Fi みたいなもんだよね。テスラの中でデータとか Wi-Fi 使えるようにして多分 Netflix とかっていうのを見れるようにするとかそういうことだと思うんだよね。それ以外にもね。 うんだから今すでにスマート TV みたいなさ、テスラのさ、液晶に入ってんじゃん、車のね。で、あれでコネクトできるけども、それ以外にもなんかコンスーマー向けのあれで使う。で、そのネットワークをつなげたい。で、そうするとさ、テスラってさ、今さ、1年間で160万台ぐらい売ってんじゃん。これバン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 売るわけよね。で、そうするとデータセンターで情報処理とかね、データ保存するのにも大量に爆発的にデータが伸びるから、ビッグデータとかね。だから自分でね、データセンターを作ろうっていう風な流れになってるってことですよ。はい、流れ的にはね。 で、次ですね。えと、マイケル・バリーの過去の予想の話ね。昨日、マイケル・バリーの話をして結構さ、動画が良かったんだけど、マイケル・バリーにはそう結構の確率が外れてるってことね。でも、投資って確率よりもリスク・リワードレーションが良ければ儲けられるから、例えばね、勝率が30%でもね、勝率90%でも儲け率がね低ければ意味ないの90。90%当たってでも1回のね負けでね、ものすごいね、ストップロスとかすごいでかすぎて負けたら意味がない。だから、 問題なのはリスクのリワードレーションで確率ではないってことなんでね、必ずしも。ね、これ、マイケル・バー,リーズ・リーン・プレディクションズ。いうことで、見てみると、結構外してんだよね。2017、18、19、毎年ね、もう落ちてくるよって言ってたの。よ2018、19、こ,この時ね。うん。May 2017, Global Financial Meltdown Coming。この時はね、実はね、ブリッジ・ウォー a ソシエイトのレイダリオ。ね。レイちゃまも、2018、19はずっとね、リセッションくるくるって言ってたの。で、これ、そのに備えてたの。 実際2019、2 1 8年の年末ね、こう落ちたじゃん。まあ、今度は QT してたんだけど、利上げとさ、あの量的引き締めね。だけども、上がっちゃったね。だ、この時、レイチゃマン言ってたよね。グローバル的にやばくなるって。で、結局、それが延期されて今まで来てるって話なんだけども、実際問題、2016年、ね、クラッシュ coming in a few months。2016年、クラッシュが来るよって。2017年5月、グローバルファイナンシャル世界的なね、強行が来るよって。2019年9月、 バブルインデックス ETF まあそうなの。実際18年年末から19年、こんだけさ、なんか、うなぎのようなやつは、これ、ちょっとおかしかったんだよね。実際もね、これ Q、e、QE。QE はまだしないけどね。だから、インデックスファンドがね、これ、ちょっとバブルだよって言ってたんだって。で、2020年のマーチ r e v e a s massive bearish bet。コロナの時にね。コロナの、ま、直前に売ってたのかわかんないけどね。マイケル・バリーが。2021年、2月。マーケットバブル、クラッシュカミング。でも、上がっちゃったよね。 この時って91だからね、ク t ンティティブイー i ング。だから裏技使ったから上がってたってね。で、2023年の1月、リセッションセーブ。で、リセッション来る。で、この時って今年の1月だからね。で、リセッション来るから売れと。で、その後にちょっと上がっちゃったよね。なぜかというと、2021年の1月、2023年の1月さ、ちょうどさ、えっと、ここか。ここだ、ここ。ね、この時って GAFAM がみんなね、大量解雇してた時なんだよ。 だから、あの、トレンド的には、あ、これやばい、リセッション来るから大量回復だっていうのは、間違ってなかったんだよ。リセッション来そうでやばかったよねっていうのは、みんな覚えてるでしょ、うん、レイオフで。ガ a ァム、m a ゾン z o n とかさ、すんげえ、Google ググも Apple もさレイ、レイオフしたわけよね。うん、で、実際も題リセッションは来なく来てなかったんだけどね、その時。Q1、Q2 で。でも、これ見てみたらわかるよ。今年のね、年始、すごかったよ。ね、忘れちゃいけないよ。これ、ね、ここ。 データで残ってるから、2022年の Q4 と Q1 が解雇の嵐来たと思ったんだよ。そしたら、Q2、Q3 がね、ちょっと強くなって、そのね GDP 的にね、インフレがちょっとね、あの、過熱せずに。だから、これ延期したと、ゴリアは思ってる。だから、実際こんだけ解雇の嵐がめちゃめちゃあった時この時にマイクル・バリーがこれリセッション。これは絶対テスラのイーロン・マスクだって、この1月の時ねやばいや、マイルドのリセッション来ると思うからやばいぞって言ってたんだよ。うん、インデストリー的に。だから、これ外れることはしょうがない。で、 今のね、2023年の8月、実際売ったんだよ。うん、今までは売ってたの、まあ、売ってたのかわかんないけどね。うんまあ、売ってたり買ったりとかあったけどさ、実際もね、2020年のコロナの時、マイケル・バリーは確かあれなんで、ボーイングとか買ってたんだよね、確か。で、2022年ぐらいテスラ売ってたんだよね。売ってて、多分利格したんだと思うんだけどね。まあ、ということであの、マイケル・バリーのような話で、実際は何回もねあの、外れてるって話をして、その中でも、 直近でね、あの、売ったっていうことをね、皆さんね、まあ、客観的に、ね、事実として見てみれ見てくれればなと思います。そして二番目、米クレカ夫妻滞納、爆納みたット話じゃないこれやばいよ。うん、まあ、百兆円、百四十兆円でさ、クレカ夫妻言ってんだけどもさ、このクレカ夫妻滞納期間が三十日を超えてる数が上がってきたのね。ということで、of credit card more than 30 days past due is up for 6 straight quarters。だから、三十日以上、あの、支払い未納のね、 パーセンテージが6ヶ月じゃなくて6クオーター連続6二2 4だから24ヶ月2年連続よクオーターって3ヶ月よ638か18ヶ月連続で18ヶ月連続でこの1ヶ月以上滞納してる数が上がってるってやべえぞこれでしかもさ1トリリオンいっちゃってるからねあのクレジットカード負債1トリリニオンってさ140兆円だよねで1ヶ月,1ヶ月以上滞納が増えてるところ確実にこれ ストリート行き、大量発生する直前の前兆としてはいいってことだよね。うん。やばたに最高や。そして、あの、ロシアの中央銀行、FF レート3.5%上げて、巨額の12%やばいよね。8.5から12%にバーー上げ。これ、ね、住宅ローン買えねえ、車のローンも買えねえ、ビジネスもね、ローン融資できねえ。いっちゃってるって感じだよね。うん。で、まあ、カナダもね、さらにやばいって話なんだけども、これ、 あのこれ、<laughs> あの食品インフレが8.5%だったっていうね、強撃だよね、うん。これ、ニュースでいろいろ出てるんだけどさ、カナダの食品インフレ、驚愕の8.5%、ガセではないんだよ。ゴリも先月現地調査してきたの、みんなどこで話したよね。カナダのインフレと食品のぼったくりレベルやべえぞってね、これ、ゴリのツイート、あの出したのよ。うんこれ、カナダのポケボールとアボカド巻き、これいくらぐらいだと思いますかって。ね、これがね、ポケボールなのよ。 ボボケボールって言っても大してサーモン入ってないけどな。日本だったらこのレベルのサーモンさ100円で買えるだろ、こんなの。ねほんのちょこっとサーモンがあってさ、アボカドじゃなくて枝豆とかあってさ、あと野菜とかね、ほとんどさ、ね、コストないだろって思うね。これが17ドルよ。カナダ17ドル。これぼったくりだろ。そしてこのアボカドロール。ほとんどライスとアボカドとキュウリだぞ、おい、うん。これいくらよって ?13 とか14ドルだよ。やべえだろ。あ、10ドルだこれこれ10ドルね。これ,これなんでライス無料だろ、ほぼ。 海苔も無料だろう。アボカドだって2ドルとか3ドルだろう。メキシコから輸入してて。それがなんで11ドルなんだよ。おかしいだろう。これ日本なら2ドルもしねえだろう。なで、これ親子丼。ね。チキンの唐揚げみたいなやつ。17ドル。どうなってんだよ、おい、うん。これなんだこれ。これエビのエビの天ぷらだぞ。エビの天ぷら7ドル。これメンチカツみたいなの。11ドル。どういうことや、カナダ。く、う、そ、ん、まずいのにこんな高いって日本の3倍以上してるぞ。 っていうこことででれねでね8.5%ママなんだよ Canada's inflation jumps 3.3% in July, up from 2.8%, and a gas mortgage and 8.5% surge in food prices cause s spike. やばいいいね食品ねね8.5っっちゃててるよよ、ね、うことでなんんかカナダ人が泣だ 泣いてる暇あったら、お前国外に出国しろってゴリはね。あの厳しい声で言いたいけどね。お前泣いてる暇あったらなんか行動しろって言いたいけどさ、まあ行動してると思うんだけどさ。まああれなんだよ。あの行動する人もね、ほとんどの人はさ、国外去とかできないからね。日本人じゃそうでしょ。それでゴリも共感する。なこの動画見ればわかります泣いてる人。I w a n know, how the hell people in Canada are even living?I w a n know, how the hell people in Canada are living? どうやってカナダの人は暮らしてるのか 教えてちょうだいって I generally consider myself a positive person。I generally consider myself a positive person 大、まあ。大イガイマガイのダイタイワネワポジティブなのって I'm like resourceful, but.I'm resourceful.Resourceful, って n a r i s o u r c e たくさん使えるってだから情報とかお金とか人のネットワークとかをふんだんに使うことができる人ってことね o c a o Fundani Ska Kotoka, d e k i r i t s o m e stuff happened around the property and like. 住宅家具が爆上げしててこれで、ね、もう、ね、あの家賃払っていけないってた、まあ、たまたま私は家、ね、家族がいるからあの家賃レントフリーで、ね、あの住めるるけけどどもも you know,、like, like, オプションがあるから私は、ね、まだだ、ねまあ、ラッキーだけどものす。 うん、カナダに住んでてどうやって住んでんの他ない人はってい、ね、家持っかない人はね家賃払いでけなくてなんかトラップされてるか分からない人は何が起てだるか分からない人は何がているか分ない人は何ているか分からない人は何が起きているか分からない人は何が起きているかからない人は何が起きていか分からないが起ているか分からない人は何がいるか分からなが起きているか分ない人は何が起きていか分からないは何いるか分からない人は何が起きているか分からなは何が起きているからない人は何が起きているか分かなが起きているか分かは何が起きているらない人は何が起きているか 私ね、いい仕事見つけたのって、でもその仕事ね、カナダドルで年間で4万ドル以下しか払ってくれないのでそれ絶対にお前、文系専攻だろ、お前っての思っちゃうよね。4万ドル以下ってさ、確実に文系専攻だよ。うん、だって、公的な、あの、公的な学校のさ、パブリックスクールのティーチャーでも4万ドル以上払うと思うんだよ、カナダ。だから4万ドル以下ってさ、多分あれなんじゃないねなんかわかんないけど、わかんないけどね。で、だから、ね、だから4万ドル以下はさ、グッドジョブって言ってるのもまずまずいけどね。まあ、グッドジョブの定義ってさ、いろいろあるから キロだけじゃないけどさ。じゃ、グッドジョブじゃなくない、グッドジョブなのなくないとうけどじゃ、だから相対的にはグッドじゃな、いってことだと思うんだよ。好きなのかもしれないけど、あ、じゃらグッドジョブ、だからま万ドルい下の、ね、い,い仕事を見つけたって言ってけど、なんか逆説的な感じもしないけど、こないけどね矛盾というか。その、クオリティ t y of を高めるって意味ではグッドジョブではないよね家賃あの、きゅ低かったら。あ、うん、いつつかんばる、べ、いぬいだだだよんまんどる

だから,だからオプションがないってことでね。オプションなくてもう困っちゃってるってことで泣いてるんだ,よ、ね、だから結局これがいつも言ってることは自由だよね。ファイアする目的っていうのはあの自由とオプションで、ね、あのフリーダムのアバンダンス。自由とオプションを持つことでが可能であれば、ね、あのストレスがなくなるからね。住みたくない街に、ね、住む人がなくなるわけじゃないゴリもそうな。の、ね、そういうことできるわけよ。これ,これできないから、自由がないといかにね、こうストレスになるかってことなそう、so so、Desp いうことは、いうことは、そういそういうこは、 おおどおどするっってていうねね絶望って意味、ねうん、<laughs> みんな大丈夫って多分ねその答えはね大丈夫じゃないと思うかもしれないけどもうみんなどうやって生きてんの,って <laughs>、うん、あのだからカナダから退出すればいいじゃんと思うかもしれないけど、ま、ずその資金が作れないってところなんだよね。 だから、それね、ゴリに共感するよ。だから、完全にトラップされてるってことね。よくさ、カナダとかオーストラリアにさ、ワーホリでさ、働いて、出稼ぎしてる日本人のニュースがあるじゃん。あれの人たちがね、給料貯められるのって、ダブルワークとかして、トリプルワークとかして、かつ、フラットシェアで、例えば5人の人がとか3人の人がねアパートメントシェアするとかね、ルームメントじゃなくてフラットシェアの場合もあるけどね。プライベーートルームのあば がある場合もあれば、プライベートルームじゃなくて、部屋の中で2人とね、シェアするとかだったもんだけど、家賃を500ドルとか600ドルに下げてるのよ。これ、ワンベッドにしたら1500ドルとかばか高くなるから、あの人たちはだから1年間限定だから、給料を、とか、時給が高くて、生活費をね、下げられる。